ダサい。インテリぶってて嫌味な感じ。ネーミングセンスのなさも伊織先生の魅力ですから。ていうかさ、私の弱点を鬼女に教えるのはマジ勘弁してよ。こいつには絶対負けたくないし。それは知りたい。守ってくれなかったらまた行かなくなるからね。どうかこのままリリムさんが伊織先生の素晴らしさに気づかず自分の価値観に固執して世間に埋没しますように。それやめろっちゅうに。つーか
か先生の良さなんてとっくに気づいてるし。リリムさんはイオリ先生の素晴らしさに気づいたそうですよ。いいぞで終わりなんだ。まあ普通はチャーハンで釣られないからね。てっちゃんって実は食いしん坊。違うってば。その前に無理やり増飯がなくて豆腐とおからと鶏ささみばっかりでね、あんな味気ない食事もうゴリゴリだよ。二人とも、もう伊織先生がいらっしゃってますよ。
略戦が終わっていないからですよ。それってケイちゃんのこと？名付けた人の知性が感じられる。え、それ私のことディスってるよね。ねえってば。モミジを攻略するのはこの私、決定事項なんだから。ですよね、村垣先生。あ、なんですかその嫌そうな顔は。今回は絶対にヘマしませんから、だからお願いします。
この数日間、私はモミジさんのことを徹底的に調査しました。私は先生に歯向かうこと。この映像と同じことが行われているところ、そうすれば言い逃れはできません。
焼き鳥を温めて、イカくんちゃんも用意して、できた！よし、ここで真打ち登場。これこれ、やっぱこれがないと始まらない。それじゃあ、お一人様で乾杯。スザクハイパードライ。ああ、魂にしみる。
これは炭酸の入ったただの麦茶だからね。何も問題はない。危なかったな。気にしてるから何か確証でもあるのかと思ったけど、そうじゃなかったみたい。